ジムにね、もう通い始めたんですよ、ついによ。あ、そう。ずっと僕家でやってたんですよ、あの自重で。自重、自分の体重だけ、で、はいはいはい、ね、を負荷にして。そうそうそう、はいはい、腕立て腹筋背筋ぐらいよ、うんうん、ほんまに。なんか前やってたね、ここに寝転がって。そうそうそう、足上げ腹筋とかぐらいのもんやけど、まあ、軽くやっててんけど、いやそろそろやっぱ鍛えたいし、あのブルース・リーみたいな体になりたいって俺ずっと思ってたから昔から。あ、そうな。あ、やっと夢を叶える時来たから、そろそろやなって。20代にやっぱり筋肉つけといた方がつきやすいねんって、多少あるらしくて、そういうのが、はいはいはい、で20も今年9やし、あ、これ2年間でちょっと作る気持ちでやり始めようと思って、はいはいはい、行こう思って、で近所の24時間やってる、はいはい、ようありますね。そう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 、24時間型のジムにあの登録して、ほんま人いいへんな、オープンしたてっていうのもあるし、はいはい、深夜ばっかり行くから、深夜やし全然人いいへんね、でこう中入って、こう何からやろうかなと思って、こうわーってしてたら、あの電話かかってきてさ、深夜やな、小沢から。小沢かい。何してんの電話かかってきて、いや俺今ジム行ってんの、ジム行ってんの、行き始めたのとかね、あ、せやねん、ブルース・リーみたいな体になろう思ってとか言って言ってたの、ね、ほんならあのベンチプレスみたいな一人だけいてん、男の人で、はいはいはい、ベンチみたいなやってる人がこう終わってで座ってる人が一人だけいてて、はいはい、で俺もちっちゃい声で喋ってたし、ね、迷惑じゃないやろと思ってちょっと喋ってたのに、ほんならなんかちょっとだけこうなんか目線感じんねん、はいはいはい、で、あ、じゃあまたねっつって、バイバイっつって小沢電話切って、でポケットに入れたぐらいの時に立ち上がってこっち来たのよ、はいはい、絶対俺やなと思って、俺に用あるなと思って、あのパッて見たらってうなずきながらってさ、もうこれ無視できへんやん、はいはい、俺ほんまは完全に無視したかった、完全に無視したかったけどちょっとまだ疲れてる、もう絶対あでこっちもやらないで、俺もでやったらブルースみたいな体になりたい、ブルースみたいな体になりたいって来てめっちゃ怖ないブルースみたいな体になりたいって来てで、あ、はい、そうなんすよみたいな、そっちやったか、そうそうそう、そうなんすよって怒られるのかと思ったら全然怒られない、全然怒られない、ブルースみたいな体になりたいって言ってで、あ、そうなんですって、急に言い始めてんけど、あの飲みの法則って知ってる？飲みの法則って知ってる？あ、知らないね、飲みってね、瓶に入れるじゃない、あ、ここまで飛んでる飲みがいるじゃないね、ここまで飛んでる飲みがいるじゃないね、で、それを瓶に入れるのよね、で、そうすると飲みはここまでしか飛べないでしょ、その後不思議なことが起こる、瓶の蓋外すだろ、飲みここまでしか飛ばないんだよね、って言った時にさ、ピピ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 ってなんか音鳴って、ほんならもうさ、話の途中やのにさ、急になんかフワーって戻って持ってはぁーはぁーマジかこいつと思って、俺これまたなあかん、話の途中やったけどハーンの時間待たなあかんのこれと思って、いや、やっぱきっちりしてるってことやな、なんやねんこの時間になるやん、でも待ってたの俺一応、はいはいはい、真面目やろ、いや待たなあかん、えらいやろ、待つで、ガチャーンってなって、ガチャーンってなった状態でまたバーって何事もなかったかのようにさバーってきて、それでここまでしか飛べなくなった飲みがってまたほんま始めんなよここまでしか飛べなくなった飲みがもう一回高く飛ぶためにはこれどうすればいいか分かる、あ、分かるって言われて、あー、ちょっと分かんないですね、できるんすかそんなんみたいな言ったらね、ここまで飛ぶ飲みを横で飛ばすんだよ、じゃあここまでしか飛べなかった飲みはここまで飛べるようになるんだよ頑張って、いや、どういうことだよすごいやろ、ピリ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 って言ってまたあーやって、だから何かやって何分休憩してもまたすぐやるっていうルーティーンがあるんだよな、そうそうそう、やってんね、そうそうそう、だからその時間来たから その話よりこっち取って、すごいやろ、ありがとうございますとか言って、でもまた会うと思ったら地獄やわ、あの人に